早朝系の。はい、今日は塗装。塗装。うん。ということで、あの横にいるね、15年来の知り合いの加藤さんのところにちょっとこのこれを持ってきて、あのこれをまあ色の相談よ。まあ楽しい時間っていうことでね。ああ。いやこれちょっとお願いします。はい。色決めのあれやからね。色決め。うん。加藤さん。こんにちは。すいません、ありがとうございます。はじめまして、すみません、よろしくお願いします。さっきあのご挨拶をさせてもらって、はい、ちょっとこれを持ってきまして、はい、うわ、加藤さん、めっちゃタバコ吸うじゃん。ああいや、しょうがないですよ。しょうがない、ね、我慢してもしょうがないんで。我慢してもしょうがない、ね、ストレス溜めるだけなんで、ね、すみません、ありがとうございます。こちらはね、ちょっとあ、これちょっと加工して切ったりしてるんで、もう切らなくていい。もう切らなくていいですね、はい、加工はしてるんで、すみません。これが職人の現場ですね。このね、はい、人気入ってるもんな。うん、下もさ、これさ、マスキングを取った後と、あと、うわぁ研いだ後なんだよね、これ。うわぁ、すいません。いやいやいや、全然全然。汚れて帰っちゃうかもなんですけど。これがやっぱり、リアルにこう、仕事してる人の雰囲気だね。そうですね。僕もね、ほんとね、機械機ですよ。塗装はね、うん、あ、こっからよ、お前。楽しい時間やね。いいね。そうだから結局ライムグリーンがいいのか、はい、それともこの白のままがいいのかっていう、うん、結局そこで問題点としてはライムグリーンだとやっぱ今風やんやけど、このやっぱこっちの白緑やと旧車か、うん、でも旧車でもやっぱ緑のメタリックもあるわけよ、うん、でもあれもいいけどもちょっとメタリック多めにするのもどうやろうかみたいな感じでいろんなパターンを横に電話最初しといてくれて作ってきてもらってんね、はい、黄色より、はい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 、緑より、そうそう、でもこれ赤に合うのはもうバチバチにこれやけどね。こっちが良かったですか。いや、ちょっと待って、じゃあ早いって買ったあんたせっかちくんやねいや、まだ選びたいっすね。ちょっとこれちょっとアドバイスしてほしいよね。アドバイスしてほしいよ。いや、でも好みじゃないですか。今日も作るの作らないの ちなみに純正カラーってどれぐらいのラメってのか。だからラメじゃなくて、ほら、もともとあれキャンディーのさ、はい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 、あの要はメタリックみたいなやつなんだけど、今回それをラメベースにした方がいいかなと思って、ラメを拭いた後にこのグリーンを拭いてもらってる。はいはいはい、だから通常のやつでいけば、これのラメなしかな。ああ、よりすぎるか。でも別にね、純正にこだわることないから。確かにね、うん、自分が好きなやっぱグリーンだって、あのさ、この黄色のさ、色だってさ、グラデーションにもできるし、ね、キャンディーだから何でもできる。なんかこの中でもっと緑にしてくれとか黄色にしてくれっていうのがあれば、うんうん、できるし、ね、今シュッシュッってできちゃう。ごめんな加藤さん。加藤さん、俺も塗ってもらうときはやってくれるのよ、うん、どんな感じなのかっていう。そうそうそう、だから今回これやってもらったのはやっぱ、うん、ラメだと研いだりあれこれするから最初に塗ってくれてるだけであって、これが普通のキャンディーのメタとかだったらもうその場で塗ってくれるから。キャンディーのメタってどういうこと。キャンディーってシルバーベースの上に、あー、なるほどね、なるほどね、緑とか黄色のキャンディー塗料を吹いてくる。その吹く回数でね、あの色を濃くしたり薄くしたり、まあ、もうちょいラメ少なめもできる。できます。ちなみに大粒、小粒、中粒。中粒です。小粒だとなんかサンプルないですか。あ、小粒ですみたいな。ちなみにさ、しんごくんのあれって、はい、小粒です。あ、じゃあれは小粒です。小粒の方がいいかな、ね、ったらちょっと神奈川は大粒だよ。おぇこれまた福岡と神奈川の話だよ。そうだよ、神奈川は大粒だよね。あ、まあそうですね。へぇ、ギラギラでキャンディーで縁取りすると思う。小粒、中粒、うん、おすごい、細かいでしょ。細かいね。やってんだよな。なるほどね。やっぱちょっといい気がする。あ、いやー、神奈川のこうね、すごい、そこはギラギラなんですね。ギラギラやね。ギラギラ、いや、悩ましいな。加藤さん、加藤さん、この上に、うん、そのグリーンを拭くんだけど、1回拭く、2回拭く、3回拭くでやっぱり色が変わってくる。なるほどね。今ちょっと思ったのは、まあ、この辺はちょっといいかなって。いや、いい、いい、これいいと思う、うん、これが多分ね、純正に近いんじゃないかな、うん、これが近い。この辺の色がちょっと旧車っぽいというか、これこれさ、
っこいいっすよね。うん、あのちょっとイエロー感がちょっとあるなと思って、これもっとイエロー、これちょっと金近い、イエロー、イエロー、イエロー、黄緑、黄緑ってこっちじゃないですか。なるほど、軽いな。あ、はい、エース、はい。気持ち込めてよ。さあさあ。でも加藤さんいつもこういう感じなんだ。共感を得たいのに加藤さんすごい流すから、あれと思うんだ。本当ですか。僕でも加藤さんの気持ちちょっとわかりますけど。オースです。これじゃない？どう？この上にさ、はい、吹いてもらった方がいい。え、吹いてもらえるんですか？いいですか、これサンプルを。あ、全然いいです。今回に作ったんで。加藤さん。加藤さん、加藤さん。好きになっちゃってるじゃないですか。加藤さん、加藤さん。なかなかやってくれんやん、そんな。今日のためにってこうやってサンプル用意して実際に吹いてあげるよって言ってくれる人おる、うん、なかなかそれはだって招待状ちょうだいよ、たぶんいないんだってね。これをベースにじゃあちょっと吹いてもらえるってことですよね、はい、そうです。いや、これっすよね。俺はね、正直なこと言うとこれはあんまちょっとね、もう若いっすよね、うん、若い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 おさむっすよね、うん、あれガンダムゲームアブロ行きますってガンダムの衣装って、はい、知らないですか。あ、知ってる。絶対しないから。これベースでちょっと加藤さん、はい、いいですか。じゃあこれ、はい、これに黄色も合うと思うのよ。あ、いいと思う、いいと思う。パキッとちょっとしたいやん。黄色に近すぎるとちょっとほら黄色やん。なるほど、ちょっと色がここまで緑だとちょっと若いっていう。アブロ行きますなんですね。アブロ行きます若いおさむね。これ純正っぽいの。これじゃないの、純正って、うん、そうね。これがだからコツブラメルじゃない。小粒もいいっすね。あの純正はそもそも、うん、あのラメは入ってないんですよ、うん、キャンディーカラーの。加藤さん、これちなみにヘルメットとかもやってるんですか。やってます。あ、うまい、めちゃくちゃうまい、だこういうのも、うん、あ、うん、あ、いいっすね。あ、加藤さん、加藤さん、分かんなくない。大雑把やな。加藤さん、はい、いやいやいや、あと佐々木さん、加藤さんは FRP もすごい作ってくれるよ。自分がバイク乗るからめちゃくちゃバイク持ってる、好きなんだよ、それ。あ、なるほど、バイク乗んだことですか。10台ぐらい。これもそうだ。ケツの方法、リアタイヤがないね。加藤さんもね、乗らないのよ。乗らないの。ずっと作ってるから。作ってるけど買っちゃうんですか、乗らないのに。まあでももう増やせない。いや、そりゃそうでしょ。10台も持ってんだから。横畑さんと一緒ですよ。そうっすよね。乗り場があるから買っちゃう。ああ、わかります、うん。俺も一緒です。だから。じゃあ、ルイはルイを呼ぶってこういうことやな。そうなんだよ。友ですね。ルイはルイを呼ぶは違うじゃないですか。いや、ちょっとそれはだった。初めて加藤さんの前で恥かかせすなよ、お前、ほら。いや、なんでなんすか。いつも殴ってるんですね。いや、あれ、ね、殴ってそうに見せかけてたけど、効果も足すだけなんで、ね、今のここでコンってやってるんですよ。はいはい、ここ最近3回連続ぐらいで言われてる。あ、いった。皆さん、お腹殴られました。オースです。犬飼ってですか。犬飼い始めました。ここで。はい。家にいるんですけど、仕事してる。連れてくるから。ああ、絶対意味良くないです。俺も良くないと思って。みんなに言われました。そうよね、加藤絶対家事とか気をつけた方がいいですよ。いや、でもしっかりこの火消しのあれがありますから。いや、はい、結構溜まっとんぞこれ、うん、こうしまくってまあ、こんなことしたらめちゃくちゃあれですよ。ちょっと汚いっすよ。いや、俺ちゃんとそれあんま聞こえますって。やばいっすよ。なんで初めて会う人そんなにする。いやいや、そうこぼして何の気にもせんねん。いや、結構な横こぼしましたね。そう、何を言うんすよ。ちょっと待って、よくないっすよ。見れば見るほど悪い。わぁ、犬小屋置いてんのやっぱ。犬小屋置いてんのやっぱ。荒けてくるんだよ。尊敬だから、俺にない発想を持ってはるから、やっぱ。そうそうそう。やっぱ素敵。素敵っすよ、これ。こういうヘルメット、うん、何でもできる。すげえ。だから俺が先で作ってもらったヘルメットが
塗れるってことやろ。塗れるよ。いや、かっけえな、マジな。これ、ほら、見てみ、ほら。めちゃくちゃ綺麗だよね。めちゃくちゃ綺麗、塗装が。腕はピカイチだから。デザインとかすごいかもね。本当に。外車から、レーサーレプリックから、ハーレーから、何でもやるから。エアブラシみたいなのできるんですか。すごっ。すごっ。実物のね。加藤さん、あの、ヴィンテージヘルメットとかも好きだもんね。そうですね。ビューティーズヘルメット風に塗れることも可能ですか。今は可能ですか。エイジング超うまいよ。エイジングペイントの前見たことあんのよ。めちゃくちゃうまかった。塗装の神やな。そうですね。オースです。お、見せてもらいましょう。どうぞ。塗れると思ったらドッキリするときの緑やな、これ。もう色には調合してくれたんですか。はい。こんなにいたら臭くなっちゃいますよ。あ、いいです、いいです。さんも、はい、はい、うる臭いの好きなんで。あ、どうか。はい。はい、ゆっくり回しながら。あー、すごい。すごい。あ、綺麗になった。綺麗。大粒もいいね。いいですね。おお。どうやってつくんだ。素敵っすね。おっけ。おー、綺麗。あ、いいですね。こう見たら、うん、なんか小粒がやっぱシャバく見えますね。シャバい。え、神奈川は大粒で。あ、神奈川は中粒の方がやっぱ目的にさ、うん、粗く見えるよね。確かに、うん、キラキラ感があるね。塗ってみるとそんな小さく見えないんだな。画像で見ると大粒いいな。その動画で見るとな。目で見るとちょっとなんかやりすぎかなーってイメージあるけど。いや、すごい。温度が良ければ吹かないし、もっと濃いの見たいんだったら吹いちゃいます。吹いてよ、だから。だから、肌とかストップかければいいじゃん、逆に。いや、やっぱ吹いた方がちょっとかっこいいな。この色で全然いいと思いますね。いいよ、これ。これぐらいでいいんじゃない？で、この下にさ、これ黄色のこういうラインが入ってる。これにラインがもうラメ入ってるんですか？ラメだと同じ粒だからあんま境界線が分かんなかった。そうっすよね。なしにしようかな。まあ普通のソリッドですよね。ソリッドで。で、文字もなしで。はい。乾くのまとまらないですね。黄色。好みなんですけど、はい、ちょっとレモンっぽいのがいいとか、なんかあります？うわー、でもレモンじゃないですよね、牛じゃないですね、うん、この辺かな、うん、これでもいいですか。あ、全然ブライトイエローにしようかな。はい、うん、これが一番牛じゃがあるな。またなんかこの中から黄色選んでくれてもいいです。そっち原色なんですよ。なるほど。うわー、この黄色もいいなー。昭和の黄色。昭和の黄色よな。悩みすぎますね、これちょっと。見せれば良かったですね。なんちゅうこと言うんですか。これいいの。このちょっとくすんだ黄色というか、ちょっとオレンジかかってるか。赤みが入ってる黄色なイメージですね。黄色一つでこんだけ色違うんやからな。やっぱこの辺やな、やっぱな。どう、このブライトイエローがいいかな。派手かな。 いいじゃん。まだそんな乾いてないですけど、まあなんか比べるのにちっちゃい板よりは、うんうん、もうやっぱこのブライトイエローでいいですよ。これでいいですか。はい、はい、オースです。うわー、ちょっともう一回これ携帯で見せてくれ、画面越しに。いやー、ちょっといいな。またこれさ、夜走ってる時さ、はい、光の下にかっこいいのよ。なるほど。光と光って街灯とかの、あと太陽の下でもまたいいのよ。ああ、なんでそれで悩ませるんですか。これはね、はい、あのパステル信者であり、やっぱラメラメ信者でもあります、うん、はい、あ、そっか、横兄さん一番最初の FX ラメラメです。ラメラメでした、ね、あれこの色だから。これが横兄さん。あれじゃ、緑ラメの FX400 緑ラメの Z400FX。 え、あれもっと緑じゃないですか。もっと緑です。もっと緑ですよね。若い時に塗ったんですか。
そうです。そうなんですね。あれでも大粒じゃないでしょ。あれ中粒です。中粒にしますわ。ちょっと、はい、大粒だとちょっとうわーやりすぎたーってちょっと。え？大粒もいいよ。いや悩ませるな。あれ何粒ですか？あれ中粒かな。ああ中粒でいいような気するよなやっぱり。ここだけしかないからこれが全体になってくるとやかましいかなって思いましたり。中粒で全部の方がいいんじゃないかなって思ってる。これは小粒だっけ？これ。それも中粒です。そう中粒で、まあ、中もそれも。やっぱ中粒でよくない。十分じゃん。中粒で。いいね。大粒のでっかいタンクないですね。大粒のでっかい。大粒ないですね今。大粒ないですよね。あれ塗るのは暴走族しかいないから。そうなの？じゃあもう大粒ってなるよ。逆に、あ逆になんすね。大粒にしようかな、そしたら。加藤さん驚いて。画面で見るとやっぱ大粒なんですよ。やっぱ目立ちたいんですよね。結局は。なんで中途半端でやめちゃったんだろうっていう。結構学生時代のなんかボンタン買うときに似てて、なんかみんなは45センチぐらいでよくないみたいな感じで最初に言われて、いやもう60買っとったがええやろっていう気持ちなんですよ。その結局100いくんやから。100万石になるわけやから、だいたい標準って38とかやな。で、みんなちょっとビビって45ぐらいに言う。はい、でも60ったらもうボンタンってわかんない。はい、もう目立ってるやん、60センチっていう。だからそれで今、これが標準。で、これが45センチ、60センチ。ボンタンの渡りね。渡りで言うところの。渡りで言ったところの。大粒より中粒の方がギラギラ感はあるの。ギラギラ感ね。大粒の方がギラギラするんじゃないかなと思うんですけど。これラメの数が多いからどうなのかなと思って。大粒の人の方が少ないんじゃないですかね。かぶりにくいんじゃないかな。ああ。田中はかぶらないのが大好き。ああ、いけない言っちった。加藤さん、かぶらない。チンコと色はかぶらないよ。よいしょ。まあ、そうっすね。男たるもの、チンコと色はかぶらないようにしましょうやろ。言ってますから、それは。言ってるやろ。はい、ほんなら大粒でいくか。ビビるやろしな、みんな。じゃあ大粒ギタンで。大粒ギタン大粒ギタンでお願いします。はい、わかりました。中粒ギタンはおらんからな。そうですね。大粒ギタンしかおらんから。大粒ギタンの黄色もこれでいいよね。これでね、ブライトイエロー。はい、ラメクジのラインですよね。ラメクジ、はい、ラメクジでお願いします。オースです。かっこいいと思うよ、これ。これでバーってくるわよ。うわ、ちょっと待ってな、ちょっと待ってよ。なんか中粒も今こう見たら近くで見たら綺麗やな。中粒ギラギラするの、光が細かい。いや、なんでそうやって悩ませるんですか、横地今。俺今大粒って言ったのに。でなんか、はい、俺のイメージだと大粒やるときは銀一色でぼかしで縁だけ塗るときは大粒。俺はね、色をのせるときは中粒が多い。純正っぽくするときはやっぱ小粒。純正のちょい色替えみたいな。やりすぎてるやん。でも大粒はかぶんないから。かぶんないにしてもやっぱこれ純正が入ってくるじゃないですか。なんで俺中粒しなかったんだろうってならん。なんかそこ今結構ボンタン例えたりしてもだけど、例え間違えてるような気がしてて。そのもう学生じゃないから。ボンタン例えた自分が間違ってんじゃないかなっていう。ラメが大きければボンタンが太いのと一緒っていう例えがちょっと間違えてんじゃないかなっていう。本当ですか？引きの美学やんこれって。あ、ボンタン引きの美学ないやん。もう太ければ太いほどいいやん。いいっていう。だから例え間違えてんねん、ごめんなさい。あ、そうなん。修正します。えー、引きの美学です。これ引きの美学なんですね、こっちの。中粒ギターで俺。中粒ギターいないって言ったのに。お前。なあ。いや、ちょっと黄色を今合わせた時に、やっぱ、ここに黄色入ってくると、やっぱ中粒のがなんか、気持ちがいいなと思ったの、この。これ中粒の方が。はい、あとは、曇ってるけど、太陽の下で見るともう。太陽の下でいいですか、すいません。全然違う。ああ、うわー、中ですね。色のせると中。なんかちょっと名古屋のキャバ嬢が浮かびました。キラキラ系の。例え合ってるかわかんないけど、太陽に当てるとやっぱ中でいいかな。夜の場合もあるよ、それ。いや、もうこれ横にのせいだな。あんたが俺中で決めようって言って、中のがいいよって言って、俺が中で決めようとしたら、やっぱり大粒してるんだよ。夜もあるから。いや、夜はありますけど。いや、でも本当悩ましいです。いや、悩むでしょ。わかるよ。佐藤さんの好みだとどれ。俺は中が好きかな。
中です。はい、今これ必ず中学生でお願いします。あ、中です。もう決まった。ごめんなさい。塗る人がいいものの方が、うん、よりいいものができると思う。あ、そっか。作り人として、あっちのやつはちょっと足大つむいたみたいな。いやいや。人って変わるから意見が。そうですね。な、はい、文句言ってくんなよ。中や。はい。選びに選び抜いた結果ってことですもんね。そう。はい。みんなのせい。横兄さんの惑わしも横兄のせい惑わしもありましたそれあれが一番重要だから俺、小中大全部好きだから純正カラーっぽいしだからもっともっともうバリバリのもう一色のラインなしのだったら俺大粒でいきますだからさ今回これでやってまた色変えたい時またバリバリにしてもいいしバリバリしますシックにしてもいいしまた別バイクでもいいですそうそうそうオースです。さっきさんタンクのロゴ、はい、黒縁白文字なめくじだから白縁の黒カード黒サイドカバーどうしようかな思ってるんですよねエンブレムが付いてるやつだよ350社外のやつですけどそのままラメに行くか、ま、たその白縁の文字ってまあ何種かエンブレムの方がいいんじゃないですかねまあ文字に入れるよりもシールで貼られてるんだったら外入れてもいいと思うんですけどエンブレムとかあるんであれば、はいはいはい、じゃあもうなしで、はい、テールもラインあったらいいですかね純正のよりちょっと伸びちゃうけど、はいはいはい、あった方がいいんじゃないですかいいですかそうですね、これらしいかっけえのができるんですか唯一無二の、俺だけのあとあれじゃない、佐々木さんさ、うん、あのライン交換しといてさ、はい、あの送ってもらった方がいいんだよああ、なるほど佐々木さん、ラインやってるんですかはいメールしかやらなそうなタイプあとさ、LINE やってたいや、意外とデジタルなあれもされてるんじゃないですかああそうだよ、だってデザインとかこのパソコンで作ったりするうわー、おすぎタイプですねアナログっぽいのにアナログっぽいのにじゃあ、カズさん、よろしくお願いしますいやいや、こちらこそなんか分かんなかったらまた LINE で聞くようにしますあ、分かりました、はい、ありがとうございましたお願いしますありがとうございますありがとうございましたありがとうございましたマッチョマッチョパーンいやそうこぼして何も気にもせんねんいや結構な量こぼしましたねそうちょっと待っていやほんよくないですよそのほんの1000人レベルですからその素人のいじってるやん1000人とかお前いじってないよそのいやいじってないですよ、ね、そのひげみきが最初が分かるからひげみきで1000人とかって言ってるやんお前いやそのいやだ汚ねえよやり方宇野くんがいじっちゃったけどいじってないですよ今日はね、はい、飛行機チャレンジ私いろいろ考えました。どうやったら飛行機乗れるんだろう。豚を北海道まで輸送するため。まあ今日はいいですわ。12万円の自腹を切って。うまくいけばこっちもちゃんと話し。まあどうなるか分からんけど。はい、まあこれがダメなら東京駅から新幹線に乗ってあの函館まで行きまして。場所は札幌なので、はい、あの函館から普通電車で3時間かけて札幌に入りという風に。